ヨバスズリをします、はい、なんかこの春中に50後半を狙おうということでですね、うん、それをじゃあもう宣言しておきますか。宣言しますか、はい、50後半釣れますか。今日と言わず、この春中に。うわ、これ釣れなかったらめちゃくちゃかっこ悪いっすよ。いや、あの釣れるんで大丈夫です。うわうわ、これ恥かくぞ。うわって思うでしょ、はい、釣れるんですよ。マジで。ただそれは条件として僕が静かにするっていう条件含まれてますよね。はい、ちょっとでも声出した瞬間そのせいにしますよ、釣れやん。なんて嫌なやつだ。でもめちゃくちゃ繊細らしいですね、でかいの狙うっていうのは、はい、ですね、やっぱ夜って言えども繊細なんですね。で、勝負の時は静かにして、はい、します。はい、今日は勝負の時なんすかね。まあまあ勝負の時なんで。まあまあすか、はい、あ、じゃあ今日は静かにします。最初にあの、はい、本当呼ばす言ったじゃないですか、はい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 、あの時に言ってたじゃないですか、はい、月がどうのだの、はい、月がどうの言ってました。月が今日ちょっといい感じなんですよ。見えるかな。ちょうど見えね。よし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 。ど真ん中これ見たら多分あの、はい、見えんとにお前いつ月見たとかって来る途中に見ました。はい、でも見ました、ね、ど満月ですね今日。ど満月やったっ、ね、やっぱど満月いいっすか。ど満月いいっすね。ど満月、ど満月ってなんすか。同じところでハテナの出だす。ど満月って。じゃあ、 あの今回はバス釣りはど満月と、はい、ど満月、まあ、略してど満と、はい、バス釣りはど満だと。絶対こうカメラ持ってる人アホやな。昨日からもうなんか何かと、うんすうんすやろ。こんだれが。今日あのちょっと余談なんですけど、はい、仕事中にふと、はい、あのうんすを思い出して、コンタレの方でこうあの自分塗装屋さんなんでこう塗ってたんですよ、はい、したら陽来さんがあの自分コンタレがって言ってたじゃないですか。で 2,3 秒後ぐらいに、はい、コンタレってなんて真顔で言ってきたのが思い浮かんだんですもんね。あのこらえきらんでずっと言ってこうしとって、あのやっぱ他の人もいるんで、はいはいはい、言ってこうしてたんですよ。してやっぱあの笑いよくこう震えとったんですよ、ね、したら怒られました。コンタレって自分でも何やと思ったの。初めてのフレーズやったんです。ちょっとダメだ、行きましょう。もう行きましょう、はい、世間話ばっかして行きましょう。じゃあ頑張ります。頑張ってください、はい。しか出てなくても、はい、いるんですね。はい、PPP マルチ、マルチ、一世のやつですね。はい、一世大好き特ちゃん。はい、行きましょう。行きましょう。こっちに来た。一発で来ないかな。いや、明日も行きましょうか。でかいの取りたいですね。歩いてきに手金取れるのが一番いいですけどね。そうですね。ヨバスはちょっとなんか逃げじゃないけど。なあ。逃げっすか。ですね、はい。逃げじゃないです。ちゃんとした戦略。はい、本当にガチでその狙うんだったら。はい。当たった。お。おっしゃ。うわあ。切れた。最悪やん。マジ。でかいっす。マジ。戻されたっす。付近に。うわあ。ちなみにですね。はい。ナイロンなんですけど、はい、16ポンドが切られました。マジで、はい、え、それはあれじゃないですか、その結び目がどうのとかじゃなくて、ちゃんとやってて切られた、はい、ちょっと岩に擦れた感もあったんですけど、うわ、じゃあフィッキングして、まあエキストラヘビーなんで、はい、ロッドも、はい、それを戻されました。
いですか。でかいっす。予想何センチ。予想、まあ、50は超えてるでしょうね。あ、マジか。50は超えてるんだでしょうね。これまだチャンスありますか。チャンスあります。50後半来ますか。多分、あ、わかんないですけど。うわ、今のがでかいのではラストチャンスだったのかも。いや、全然大丈夫ですか。頑張ってくれ。春のやつって反転するんですよね。はい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 、はい、その時とフッキングが重なったら、はい、一気に急激な力が、はいはい、はい、かかるんで、それで切れちゃったりするんですよね。マジですか。いいよ。お、でかいでかい。いや、そんなない。あ、そんなないのか。わかんないですけど。あ、でもでかいかもしれない、その感じ。おお、いいぞいいぞ。どうですか、ランディングできます？はい、全然。あ、そんな大きくない。はい、あ、余裕か。20あるなし。あ、でも40中盤ぐらいありそう。うわー、元気いいな。あ、40ジャストぐらい。ちょっと上いきますか。いや、なんかこれいつもだったらめっちゃ嬉しいけど、今狙ってるのは50後半。あ、オスなんだ。ちょっと見せてください、綺麗に。え、これ43、4ぐらいはありそうじゃないですか。ちょっと待ってくださいね。で、20センチ。あ、うん、どうすんの。45ぐらいありそう。42とか。42、43。まあでも狙ってるのはこれじゃないと。はい、うん、これじゃ。そうよね。はい、オスじゃん。普段喜ぶけど、50後半狙ってたらまだまだって感じですね。行っちゃいましょう次も。ナイスバース。どや、今のでも中層でメス来なかったじゃないですか。はい、メスの時には近くにいるかもしれない。ああ、今オスがいたっていうことは、はい、じゃあそのメスのぷっといのを狙おうと。メスのぷっといのを狙う。そうっすよね、はい、今普段だとめっちゃ嬉しいバスだけど、まだまだこんなもんじゃないと見せてやりましょうよ。ですね、うん、本当に。特徴として、はい、メスは、はい、グワングワングワンってするんですよね。はい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 、それをビーってジーって走ったじゃないですか。はい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 、はい、はい、あれ結構オスに入りやすいんですか。じゃあもう来てる時点であんま大きくないオスだと、はい、ですね。サイズは分からなかったですけど、うん、オスで、まあ、まあボトムこづいてたんでですね。あ、ボトムだったんですかね。はい、へえ。まあでも僕からしたら、はい、ビッグママですけどね。ビッグママ43でも十分ですけどビッグダディやったら、ね、ビッグダディなんだけど、まあ、徳ちゃんが50後半釣ると宣言したんで、ですね、ちょっとここじゃ喜べないと、はい、頑張りましょう。追いかけましょう。夢とバスを追いかけましょう。来たっすか。でかいっすか。でかいっすか。わ、でかそう。じゃあでかいんじゃないですか。わかんないですね。でかいかもしれないですね。ちょっとわかんない。うわ、どうだろう。全然わかんないです。なんか引きがおかしいです、ね、バスじゃないかも。ひょっとしたらそうかもしれない。バスや。あ、バスですか。でかい。あ、でかい。45でかいですか。そんなない。さっきと長さは一緒ぐらいですけど。ああ、でもブリッブリだ。うわ、でかいでかいでかい。うわ、でかいっすね。ちょっと長い。あ、ちょっと長い。ちょっと43、4。1センチぐらい長いです。43のメスってとこですかね。うわ、でもブリブリだ。ちょっとお腹見せてください。おお、いいっすね。綺麗なバス。ちょいでかいの欲しいですね。50後半頑張りましょう。あとこんぐらい長いやつが欲しいですね。もうちょい頑張りましょう。はい、よしよしよし。来たっすか。来ました、来ました、来ました。でかいかな。でもなんか引きはすごいっすね。すごいでしょ。これ俺取れない自信あるんで。いいえ、自分で取ったがいいっすか。あ、でかいでかい。でかいですか。でかいです、でかい。これどうしたらいいんですか。まあまあ、そのままもう岸に上げた方がいいですね。グイッて、はい。うえー、
きー。やった。やった。でもそんなない。やった。釣れますね。釣れますでしょ。やった。40。ジャスティスぐらいですね。40ジャスティスぐらいですね。ジャスティス。わあ面白い。マジでいいっすね。これメスですか。これ。あ、メスの産んだやつですね。多分一回。やった40。半プリってやつですね。42、3。あざっす。